なるちょっといい感じで撮りたい。みんな入って。はい。あれ写真撮るの前からね。スノーじゃなくていい？うん、スノーじゃなくていくよ、うん。はい、チーズ。ちょっと、もう一回、ゼロワンポーズじゃないやつも。はい。うん。いいよ。うめ。これグッズ販売のとこするか。はい、チーズ。ありがとう。パッパッパッと出て。ありがとう。ありがとう、パーちゃん。ありがとう。じゃあ、そこ座って。あ、ありがとうございます。妹収録のやつあるかな。ありがとう。風船ありがとう、ロジちゃん。ゆきともさんもありがとう。すいません、自分。謝罪しに来たのに、わくまで申し訳ありません。掃除もいいの、ちょっと。はい。ここら辺固定して。掃除ね、はい、わかりました。いい、はい。ありがとう、うん。コーヒー、これ。うんうんうん。自分今、ブロック大量に入ってる。はい。ここら一回解除してみる？解除して何百人入ってるとこ？いや、ワンライブの件でめっちゃ荒れちゃったんで、うん、ブロック祭り3日ぐらい開催して、あまた入れてもいいけど、はい、もう一緒ですけどね、もう解除した解除しました、一応。あ、ありがとう、ハート花火の方。 ありがとう、ごめんね、まだ来週帰りますね、ハート花火の方。今解除されてないリスナーは優しいリスナーなんだろうね、きっと。みぐちゃんありがとう、ローズ。すいません、アイテム見逃してたら。ありがとうございます、ゼロリスの方ですかね。ありがとうございます。ああね、ありがとうございます。解除しました。解除しても一緒なんですけど、すいません、もうありがとうございます。配信頑張る、ありがとうローズの方。 ありがとうローズの方。すいません、ちょっとゼロワンイベント、あ今もうみなっちさんありがとう、恥ずかしながら帰ってきました。いえいえ大丈夫です、はい。尊い旗ありがとう、ありがとう、はい、いつもの方ありがとう。くまさんありがとう、ありがとう、くまさんの方。もぐ様ありがとう、うん、で、はい、ちょっと待って、今電話、大事な電話してるから。あ、花火の方ありがとうございます、いつも。はいはいはい、ありがとうございます。よかった、ありがとう、くまさん、申し訳ないです。感じの方ありがとうございます。メッセージ花火ありがとう。 SNS っていう、ごめんね、今大事な話してるんで。復活ありがとうございます、ローズの方。ありがとうございます。あります、はい、 OK です。あ、かなちゃんもありがとう、いいね、はいはい。で、リスナーさん今日ね、ありがとう、とんでもない。桃太郎第5から始まってます。今日いいんですか、リスナーさんがね、あの新幹線台ね、違います、出していただいて、あのスムーズにね来れました。本当、あの新幹線送ってくれたリスナーさん、ありがとうございます。お送りした、しかもグリーン車で。リスナーさんこれね、はい、本当にこれを見ながら、これ初めての領収書になります。税金ね、今年は払います。これ多分初めての領収書になると思う。これ新幹線グリーン車代ね、グリーン車で1万9000円リスナーさんにね出していただきましたけど、これ記念すべきファースト領収書になります。一番初めの方ですかね、何日か分かりますか。ありがとうございます。いや、よかった。おととい快適すぎてやばかったよ。おとといって何、快適すぎてやばかった。グリーン車こんなで、帰りはね、帰りはや夜行バス、いや、リスナーさん出してもらって領収書ってダメなの？それじゃあ建前は僕が出したことにします。建前はありがとう、お帰り、ありがとうございます、超いいね。ハート、ドキドキハートもありがとう。マサさんもいらっしゃい。ありました、ごめんなさい。
や、建前は僕が出しました。ズームで、リスナーさん、あのね、リスナーさん、あのね、で、土曜日ですよね。リスナーさん、あのね、一緒に新幹線乗ってきたんだよ。あ、お帰りありがとう、久しぶり。鳩花火ありがとう。タル注入ありがとう。で、リスナーさん、あのね、一緒に新幹線で来たんだよ。あのね、あの若い女の子ですね。6月20日、あのちょっとモテ期なんでこんなモテるんだろうね。で、ちなみに、ありがとうございます。二文字まで01よろしくお願いします。なんでこんなモテるの。ちなみに、はい、東京今来たじゃん、はい、今日東京行くって言って家に泊めてあげるって言ってくれてる女性の方が複数人います。いや、まあ、マジで やばくない。いや、リスナーさんで泊まってもいいですよって言って、いや、で、本当だったら今日泊まろうと思ってたんだけど、明日練習帰るから今日はまあ01の家で泊まって、どうなるかは分かんないです。わあ、今来ました、人生最後のモテ期。はいはいはい、開きました。いや、ハニトラはないと思う。だっていつもコメントとかしてくれてるリスナーさんだから、はい、RCI さんもありがとう、はい、愛されてる。どうしようほんま、はい、ちょ、勘違いしないようにだけします、ね、はい、イケメンキャラではないので、自分は自虐ネタなんでね、勘違いしないようにしますので、良さが消えちゃうんでね、はい、いや、ハニトラじゃならないよ、はい、いや、のぼせないようにします。金のたぬきさん、はい、うん、はい、ちょっとモテすぎて申し訳ないです、はい、ほんまこんなんなのに、はい、舞さんもありがとう。いや、今だ、はい、大事な電話してるから。わかりました。バーガー、はい、ありがとうございます、うん、笑ってみて、はい、ありがとう、はい、ありがとうございます、はい。いや、でね、俺ね、リスナーさん、あの最初謝罪しに来たんだよ。ワンライブやめますって言ったのに。それ iPhone で元から入って、結局ワンライブ元にやめるって言ったのに、もう一回入れてくださいって言って、どういうアプリですかね、それ。ね、それをまたワンライブ入れてくれたんですけど、まあ、それ謝罪しに来たんですよ、直接。それで家入った瞬間に、あの01から お帰りって言われたんだよ、今日。元から入ってた、それちょっと泣いちゃったね。もう泣いちゃった、うん。あ、ありがとう、到着したよ。なんて検索したんですか。ありがとう、スターの方。あのパチオジに明太子また持っていきますね。パチオジと仲直りしたんです。すいません、何も分からない。で、リスナーさん、今日泣いちゃったのがね、あの鑑別所からね。あ、ありました。俺ちょっと昔不良で鑑別所何回か入ったことある。で、初めて鑑別所に入った時、はい、あの実家、鑑別所に出て、はい、実家に帰った時におばあちゃんにお帰りって言われた時も泣いちゃったんだよ。それと全く一緒の感情が込み上げてきた。だ、家族なんだよ、家族なんだよ、はい、もう、はいはい、いや、だからもう、はい、そのワンライブ抜けたり減らってね、抜けたりとかはもう二度と言いませんので、はいはいはい、ここはさ、最終就職先です。ほんまに申し訳ありませんでした。いや、ほんと、まあ、いろいろあったんだよ。健太さんもありがとう、はい、いや、ほんまにいろいろあったんだよ。親からも電話来て、はい、家はもう面倒見るから配信はもうおとなしくやってくれとか言われてて、はい、もういろんな要因重なってちょっと減らってね、やめるって言ってしまって申し訳ありませんでした、はい、リスナーさんも、まあ、ワンライブの方もね、直接謝ったんです。ゼロワンと頑張れ、あ、ありがとうございます。いつもアイテムありがとうございます。タル注入ありがとう。ちょっと待って、大事な電話してるんで申し訳ない。なんかイベントのあれかな、イベントの打ち合わせかな、はい、はい、いや、家は結局買ってもらうことになった、はい、神戸で、うん、
で、はい、家電も全部買ってくれるって、引っ越し祝いに家電も全部買ってくれるって言ってくれた親は、洗濯機もエアコンも、はい、エアコンもボロいのがついてるんだけども、それ取って買ってくれるって、はい、だから引っ越し配信、引っ越しだと配信したら家電は全部ピカピカです、はい、家は中古だけど、なんか引っ越し祝いにって言って、これがプツプツして、ごめんなさい、ファイルを、うん、すいません、ほんま、うん、ちょっと待ってください、これ、だからその、ね、ファイルタップしました、親にももうちょっとあんま迷惑かけないようにね、はいはい、でも配信も手抜かないように頑張っていきますね、お騒がせしないで、親からは配信はやってもいいけど人に迷惑かけない配信、それはなんか約束したんで、それだけちょっと気をつけますんで、あと特定されないようにね、家も特定されないようにやるように約束しましたんで、めちゃくちゃ保存しなきゃいけないってことですか、何個も、デイちゃんもありがとう、いや配信一本でいくよ、応援してます、うん、ありがとう、まとめてやった方がいいですね、はい、だからあの8月から神戸編ね始まりますんで、また、ね、見てください、いや特定されても大丈夫ですよ、極端な話特定されても、あ、はい、もう持ち家だからね、あのもう一括で買ってくれたから、はい、家、森の子ありがとう、はい、英語の方ありがとう、ロードが終わると謝らなくてもいい、だから配信で見せますね、はい、ローズの方ありがとうございます、あまとめる裏が、はいはい、いやいくらか何も分かんない、はい、分かんない、お金は何も言われてないから、一応、はい、言った方がいいのかな、月にいくらかを払うって、楽しみにしてる、頑張って、ありがとうございます、またローズ投げていただいて頑張ります、はい、いや、はい、何も話は聞いてないけど、まあま、マンションの多分一室だと思う、いや話を聞く限り、なんとなくです、うん、はい、でリスナーさん、あの大阪支部はね、はい、そうだね、ゼロワンに恩返しできるように頑張る、はい、でワンライブの大阪支部はまだ諦めたわけじゃなくて、はい、ね、リスナーさん、はい、あのワンライブ大阪でワンライブの配信者増えてきたら、はい、多分社長は大阪の事務所を借り上げてくれると思うから、そっからなったら俺は、はい、猫さんありがとう、今のその引っ越す持ち家はまあ保険で置いといて、はい、大阪の事務所で行ったり来たりすると思うから、またワンライブともども応援お願いします、はい、ありがとうございます、ああ分かりました、はい、いや誕生日プレゼントは正直、はい、ああ分かりました、はい、正直言っていいですか、誕生日プレゼント、はい、250ナイスで発表していいですか、誕生日プレゼント、はい、ちょっと250ナイスお願いします、はい、はい、はいはいはい、はい、250ナイスで発表します、これ僕のキャラクターもあります、ありがとうございます、誕生日プレゼントは買ってきました、はい、かなり奮発、これ声はもう適当な声で、誕生日プレゼント奮発してもう買いました、買って今持ってきてます、ただ部屋片付けてからね、部屋片付けて、こまりちゃんもありがとう、あ、部屋片付けてからあのプレゼントします、はいはいはい、あのリスナーさん、あのちなみにゼロワンの誕生日今日じゃないですから、あの7月3日ね、僕はちょっと誕生日いるかいないか分かんないんで、あ、分かりました、はい、わかんない、俺せいじさんの家が知らないから、はい、うん、はい、モカちゃんってあれかな、モカちゃんって久しぶりの子、はい、
あ、モカちゃんってあの久しぶりじゃん。猫の方で、モカちゃんってあの元あの僕のガチガチ恋の人ですね。モカ、はい、ちゃん久しぶりで、モカちゃんは俺のガチ恋だったんだけど、はい、俺からなんか推し編になって、機長のガチガチ恋なのかな、はい、今はどうなってんのかな、また戻ってきてくれたのかな、はい、そう、元ガチ恋の子、はい、うん、で機長に推し編になった子ね、はい、うん、はい、いや声これ以上落とせないわ。ナイスをしてありがとう。モモさんもありがとう。クマさん、はい、ちなみにリスナーさん、モカちゃんはあの家近いですね、はい、家は近いです、モカちゃん住んでるとこは。だから俺が東京来てるから、あれ電波が、そう、その遠回しにご飯誘われてるのかもしれない、はい、あ、ありがとう、4文字の方いつもありがとう、レインボースターありがとうございます、はい、トゥニー、はい、モカちゃんに電話してみる。はいはいはい、わかりました。はい、いや、ポジティブかやって、だってこのタイミングでコメントっておかしいでしょ。勘違いするな。ちょっと、はい、すいません、モテすぎて調子乗ってしまいましたね、はい、太郎さん。はい。じゃボーナスタイムこれ、はい、見えないじゃん顔。はい。ボーナスタイムこれ、どう、このフレームちょっとどうにかしてよ。見えないじゃん。はい。あ、マリオさんが好きなの、はい、今。あ、ありがとう、わたあめ6個ありがとう、今日はありがとうございます、わたあめの方ありがとうございます、はい、ちょっと待ってね、ちょっとだけ待って、はい、ちょっとだけ待って、はい、はい、わかりました。わかりました、はい、わかりました。レクがナミの家さらすって言ってる。ちょっと待ってね、レクさんにかけたいんだけど、で電話終わったらかけるわ。はい、うん、レクさんもでもね、はい、あのミナちゃんの件、喧嘩売れば売るほど、ローズありがとう、はい、いつもの方ローズありがとう、ニコ投げ。はい、でレクさんもね。あのミナちゃんの件、はい、言えば言うほど自分の価値下がるから、はい、ナミって言った。あ、エール花火ありがとうございます、はい、あ、いつもありがとう、はい、エール花火の方、ちょっとエフェクトなくなっちゃったね、はい、エール花火おかえりなさい、ありがとう。でレクさん も、はい、もうあんま言わない方がいいよ、ミナちゃんの件だって、もうレクさんが送っていって、はい、レクさんの好感度上がってんのに、だからレクさんがミナちゃんの件言えば言うほど、その帳消しになってるからね、徳島まではせっかく送っていったの。山田さん声がちょっと、はい、やっぱプツプツなってます、時より10個線僕が悪いんですかね。今日はリスナーさんにね、あの新幹線代出してもらいました、申し訳ないです。 10個の方、ほんまありがとうございます、今日も、はい、いつもありがとうございます。さっきの台本のとこ開いたらいいです。でレクさんもあんまり、俺ね、ミナちゃんと仲いいんだよ、はい、レクさんもあんまり、これ以上やるとボーナスタイムありがとうございます、ちょっと暴露しちゃうよ、はい、レクさん、レクさんの暴露1個あるんだけど、とんでもない修正、暴露しよっから、もうここまで言ってもまだミナちゃんのね、ミナちゃんに対して、あ、おかえりなさい、ありがとう、ドキドキハタリ、ありがとう、はい、うん、なんかまだレクさんがミナちゃんの実家をね、実家の住所バラすとか言ってるらしいんだけど、はい、もう レクさんもう許してやってよ、あのミナちゃんちょっと頭のおかしい子なんだから、
で、はい、少々のことはパチオジに対応するみたいな感じで多めに見てあげてよ。はい、パチオジだってみんな少々のことは多めに見るでしょ。パチオジと大差ないんだから、みなちゃん。はい。いや確認するよね。ゼロワンがそれやってるから。はい。柴さんありがとう。柴さんもごめんね。善逸の件でちょっとしつこく言われてたから、はい、ブロックしてたんだけど解除しました。はい。あ、お疲れ様。ありがとう。レインボーの方ありがとうございます。漢字の方ちょしつこいって。かなたんさんちょっともう しつこいですって。はい、イケメン、いや申し訳ないです。もうやめてください。アンチがもう増えるんで、自分は自虐キャラで言ってるんで、もうやめてください、はい、イケメンとかもうそういうのもまたアンチ増えるんで、もうイケメンとか美顔つけたらコハ君、はい、コハ君に似てるとかね、もうそういうコメントやめてください。美顔つけたらコハ君にそっくりとか、はいはいはい、今日あれ人様の枠でね、美顔つけてた枠に出てたらコハ君に似てるって、はい、コメントめっちゃ流れたんですよ。 すいません、もうやめてくださいね。大丈夫あ、頑張って、ありがとう。ありがとうございます。美顔つけていいですか、コハ君で、ホストみたいな子。はい、でなんとか池形の、はい、大丈夫です。はい、なんかこれおかしい。はいはい、大丈夫です。いや、やっぱ俺美顔つけたらやばいね。20個ありがとう、ローズ。あ、ありがとう、3文字の方ありがとう。俺美顔つけたらやばいな。チートじゃんこれ。かっこいい。美顔つけなくてこれだからね。セリフがどれかがもう分かんないです。だからあんま やめてください。美顔なしでこれだから。セリフがどれなのかなって、だいぶ。もう美顔なしでもう美顔みたいなもんなんだから。なかなか僕の電話がないんですか、ね。あ、4枚目とか。一番星ありがとうございます。とか、あ、出てきた。桃太郎か、この辺か。まあでも、痩せてる人は美顔つかない方がいいね。もうなんか、逆三角形みたいな美顔の人いない。美顔して、まあ、ガリガリ。うん、あ、はいはいはい、ガリガリの人いるからね。美顔はもう太ってる人とかでいいんじゃないの、うん、あとね、美人な人なのに、はい、美人で美顔もいらないよね、うん、美顔いらないよ正直。え、2枚目ですか、うん、2枚目にください、ね、はい、リスナーさん、京都のさ、はい、京都に住んでるバレリーナの先生の名前何だったっけ、はい、リスナーさん分かる人いる、京都に住んでてめっちゃ美人なんだけど美顔機能使いすぎて、カイジより顎が尖ってるんだよ。京都のバレリーナで、あ、マリンちゃん、マリンちゃん残ってるかな、アーカイブ。大丈夫です。マリンちゃんってよく分かったね。マリンちゃんっていう配信者の人、あれいないな、ちょっと待って、うん、あの子もめっちゃ美人なのに美顔やりすぎてカイジみたいになってるから、これをマリンちゃん名前なんだ、検索しても出てこないんだけど、ひらがな、ひらがなでマリン。あ、若いですね。出てこないね、検索、はい、これだったかな。そう、この子、この子も可愛いんだけど、はい、ちょっと、はい、わかる、こんな感じになるんだよ、美顔。逆三角形でカイジより尖ってるから、はい、配信もこんな感じになるんだよ。でこの子なんかめっちゃ可愛いのに、これをください。そこの山の上からです。危ない
って鬼今の レコーディング中ですね。すいません。なんてやつらだ。すいません、この辺でいいですか。ちょっとどんな感じですか。いいですか。ちょっとすいません。なんかアニメの声優出てるの。で、あとはちょっと動画を見て照らし合わせて、何のイベントかわかんないんですけど、感情入れてやってみます。はい、ありがとうございます。はい、また連絡します。すいません、遅くなりました。いいよね、多分声優デビューするんじゃないかな、はい、ありがとう、また投げてくれてありがとう。いらっしゃい、こんばんはです。あ、終わりました。うん、よかったです、すいません。ちょっと今からあれしない、撮影しないで。ちょっとレクさんに電話するね。なんかまだミナちゃんの件でトラブってるらしいから、電話出てくるの早いよ、早いよ、電話出てくれんの。あ、レクさん、配信切れるんで。あ、切れるんです。あの、まだミナちゃんのことを言ってるんですか。いや、ずっとコメントの話題に出てます。いや、あのね、レクさん、あのミナちゃんってちょっともう頭のおかしな子なんですよ。間違いないです、ね、いや、だからもうパチオジとかだったらレクさん少々のことだったらいじめないでしょ。いじめないです。じゃあそういう風な目で見てもうあんまりいじるのはもうやめてあげてもらえません、レクさん。わかりました。いや、それでレクさんがミナちゃんの実家の住所を晒すって言ったのは本当なの。本当ですよ。もしこれ以上あれするんだったら晒すぞって言いましたよ。そしたらコメントが止まりました。だから探しません。いや、レクさん、あの、僕はそれは嘘ハトだと思ってたんですよ。本当ですよ。なんでそんなことする。あの、レクさん、あのね、レクさんがミナちゃんを徳島まで送っていったの全部あのなしになりましたよ。あんなにいいことしたのに。いやいや、いいですよ、それ。いいんですか。そういうキャラなんですか、レクさん。僕コラボしましたけどすごい真面目。いや、僕レクさんとコラボを2日しましたけどすごい真面目な方って思ってたのに。真面目ですよ。だから、あの、そういう風なコメントしないようにっていう、あの、苦言でそういう風に言います。でもレクさんが、でもレクさんが一番分かってるでしょ。ミナちゃんがもう頭おかしいんでね、もう優しくしてあげてください。優しくもできないんだったらもう話題にすら出さないとか大人の対応してあげてくださいよ、レクさん。じゃあ大人の対応しますね。はい、お願いしますね。わかりました、はい、でないとレクさん暴露しますよ。あの、金梅を NG ワードにしてるの。よかったです。じゃあ悪くないんだけど、悪くないんだけどね、ミナちゃんの場合はもうパチオジみたいに優しくしてあげてよ。悪くないけど、あのね、レクさんを叩いてるわけじゃなくて、レクさんは悪くないんだけど、ね、ミナちゃんがレクさんに喧嘩売られて発狂してしまってるじゃん、現状。それはもう言う、ね、優しくしてあげようよ。で、家の住所バラすはちょっとやりすぎだって。そう、レクさん、そう、ごめんね、レクさん電話出てくれたせいで配信落ちちゃったから。またレクさん配信始まったら皆さん見てください。いや、プレゼントは買ったかどうかだけ発表だったからごめんね。で、掃除し終わったらプレゼントを披露しますんで、ちょっと今披露できない、これちょっと。